手相、このままだと老後が心配な手相ベスト7。今回はもしこのまま人生が進んでしまうと老後の人生がちょっと心配になる手相をシェアしていきたいと思います。ただ手相は日々の言動や心の在り方などで次第に変わっていくものですから、仮に今回シェアする手相があったとしても必要以上に落ち込まないで、改善しようと前向きに捉えていただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。1、生命線終点の途切れ。生命線の終点部分が図のようにいくつかの線に途切れ分かれてしまっているパターンです。この線は家族や親族との関係性が晩年にうまくいかなくなってしまう可能性を示します。人間関係が希薄になり寂しい老後になってしまう可能性があります。老後の生活にも関心を寄せて、人間関係も長い目で考えるようにしましょう。2、長すぎる運命線。通常中指下の膨らみに向けて伸びる縦線を運命線と呼びますが、その運命線が長く伸びすぎて中指にまで到達してしまっているような手相です。この手相をお持ちの方は老後も孤立するようなことはありません。しかしいつまでも周囲に頼られてしまい、理想としていた悠々自適な老後生活や退職後にチャレンジしたかった趣味など、最後まで自分の時間があまり持てないかもしれません。人気があるのはいいことですが、それはそれで大変な老後というものです。3、全主要省線の乱れ。手相にはたくさんの種類がありますが、中でも感情線、頭脳線、生命線は手相の基本線であり主要線です。これらのすべてが途中で途切れていたり、これらを遮るような棒線が図のように数多く入る場合、精神的にも運命的にも肉体的にも総合的にかなり弱っている状態だと言えます。ご自身でも自覚が終わりかもしれませんが、将来に希望があまり持てない状態にあるでしょう。まずはあなたを弱らす諸悪の根源を特定し、それから離れることが大切です。それは普段から口にする良くない食べ物かもしれませんし、あなたのパワーを吸い取るような人物かもしれません。4、太陽線上の薬指下に出る縦線、太陽線は金運と非常に関わりが深い線です。その太陽線に図のような島が出ていた場合、働けど働けど手元にお金が残りません。これでは老後バリバリと働けなくなった後が不安です。太陽線上の島は一時的なものではなく、お金への考え方に根本的な誤りがあることを示しています。潜在意識でお金は汚いものと思ってはいないでしょうか。お金を生み出す行為は悪いことと思っていないでしょうか。お金には稼ぐ、そして貯めるだけでなく、増やす、守るというフェーズもあります。お金への潜在的な価値観やお金のリテラシーなど根本的なところを変えていきましょう。5、金星球から伸びる。親指下の膨らみ、金星球から伸びる線が太陽線を遮るように通っていないでしょうか。この手相が出ている時は詐欺の被害を受けやすいと言われています。頭はしっかりしているから大丈夫といった自己過信が近年流行りのオレオレ詐欺被害につながります。近しい間柄の人であっても大きなお金の貸し借りがある場合はいつも以上に注意をしておくべきでしょう。6、土星球に伸びた運命線先端の中指下の膨らみ、土星球まで伸びた運命線の先端がクロスで閉じられているような手相です。このような手相をお持ちの方は晩年に周囲との関係が希薄になり孤独になってしまいがちです。寂しい老後にならないためにも
人間関係づくりの優先順位を上げていきましょう。すると手相も安定してくるはずです。7、途切れ途切れの運命線。運命線が途切れ途切れの方は、働いても働いてもあまりお金がたまらないタイプです。このままの延長線上で人生が進めば、悠々自適な老後生活を楽しむことは難しいかもしれません。ただ人生は線でつながっているように見えて、実際現在と未来はつながっていません。あなたが本気で人生を変えようと行動したならば、必ず軌道修正ができるはずです。まずは興味のある分野で新しい何かに挑戦し、人生の角度を変えるための行動を取りましょう。今回シェアした手相、あなたも見つけてしまったでしょうか。ぜひ早くに気がつけたことをラッキーと捉え、日々の生活に生かしてみてくださいね。もしよかったら、いいね、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしています。